中国でついに失われた30年が始まった。日本のベテラン官僚も心配になる。何もかもうまくいかない中国経済、そのヤバすぎる末路。すべてがうまくいかない中国。中国経済は今何もかもがうまくいっていない。中国政府が7月17日に発表した今年第2四半期の国内総生産 GDP は前年比 6.3% 増だった。第1四半期の 4.5% 増より伸び率が拡大したが、昨年春に上海がロックダウン、都市封鎖した反動に過ぎない。前期比の増加率は 0.8% と第1四半期 2.2% 増から鈍化しており、ゼロコロナ解除後の経済の V 字回復期待はしぼんでいる。不振の主な要因は不動産市場の低迷だ。6月の不動産販売床面積ベースは前年比 28.1% 減となり、5月より大幅なマイナス19.7% 減となった。6月の不動産投資額も前年比 20.5% の大幅減だ。不動産業界の危機の先駆けとなった中国恒大集団の昨年末時点の負債総額が2兆4371億元に上り、債務超過に陥ったことも明らかになっている。輸出も低調だ。6月の輸出は前年比 12.4% 減となった。落ち込み幅は新型コロナのパンデミック初期以来の大きさだ。輸出の減少は工場労働者らの雇用回復に影を落とすが、輸出の早期回復は期待薄だと言わざるを得ない。6月の製造業購買担当者景気指数 PMI のうち、海外からの新規受注を示す指数は、好不調の境目である50を下回る 46.4 だった。中国で始まる失われた30年。中国経済のデフレ化も気になるところだ。6月の消費者物価指数 CPI は前年比で横ばいとなり、2021年2月以来の低水準となった。消費者の買い控えに加え、不動産バブル崩壊による資産デフレが生じており、世界経済がインフレ圧力に直面している中、需要の弱さのせいで中国経済のデフレへの警戒感は強まるばかりだ。中国経済の苦境を見るにつけ、筆者は現在の中国経済は30年前のバブル崩壊後の日本経済に酷似してきているとの思いを禁じ得ないでいる。その要因を後編記事、中国経済いよいよやばい、日本のベテラン官僚がデジャブに包まれた、今中国に襲いかかるデフレの正体で検証していこう。中国、新外相解任。習主席による大抜擢のはずが、なぜ。我々の常識が通用しない国だ。辛坊治郎が解説。キャスターの辛坊治郎が7月26日、自身がパーソナリティを務める日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うかに出演。中国の立法機関である全国人民代表大会全人代常務委員会が25日、動静が1ヶ月間にわたり途絶えていた秦剛国務委員兼外相57歳について、外相職を解任し、後任に外交担当トップの王毅共産党政治局員69歳を充てると決定したことをめぐり、日本ではありえない。我々の常識が通用しない国だ、と解説した。中国の全国人民代表大会常務委員会で25日、1ヶ月にわたり消息が不明の秦剛外相が解任された。後任として前の外相で現在外交トップの王毅共産党政治局員を充てる人事を決めた。交代理由に関する説明はなく、
事実上の更迭とみられる。辛坊、日本ではありえない話です。辛剛氏の動静は6月25日を最後に1ヶ月間にわたり途絶えていました。しかし動静が途絶えた理由も解任の理由も明らかになっていません。辛氏は駐イギリス大使や駐アメリカ大使などを歴任し、2022年末に外相に就任しました。外相就任の背景には習近平国家主席による大抜擢があったとされています。ですから習国家主席の息のかかった人物だけに今回の解任は不可解です。なぜなら秦氏を解任するということは習体制にも傷がつくということですからね。何があったのか噂はあります。その一つが女性問題です。ただこれは最も信用できない噂です。中国の高官が女性問題でクビになった人はいないからです。他にも噂はあります。アメリカのバイデン大統領が6月20日選挙イベントの演説で習国家主席を独裁者と呼びました。秦氏の動静が途絶えたのはその直後です。バイデン大統領の独裁者発言に習国家主席は激怒したようです。こうしたことからバイデン大統領に独裁者発言をさせた責任を誰かに取らせなければならないということになり、秦氏が更迭されたのではないかという噂もあります。ただ信憑性は薄そうですね。詳細は伝わってきませんが、中国政府はかなり混乱しているのではないでしょうか。鳴り物入りで外相になった人物が1ヶ月間も消息不明になった上で突然更迭され、その人物の前任者が外相に復帰するなんてただごとではありません。中国は我々の常識が通用しない国です。外相解任された秦剛氏の活動記録削除、中国が異例の措置、異質なほどの秘密主義浮き彫り。中国の習近平政権は解任した秦剛外相の後任に王毅共産党政治局員を再登板させて外交の立て直しを図る方針だが、解任の経緯などは一切明らかになっていない。外務省ホームページからは秦氏の活動記録が削除される異例の措置が取られ、不祥事で更迭されたとの見方も出ている。外務省のモーネ副報道局長は26日の定例記者会見で、秦氏解任の経緯には回答せず、中国の外交活動は安定して前進していると繰り返した。昨年12月に大国外交の看板として華々しく外相デビューした秦氏だが、その動静は6月26日以降途絶え、外交の停滞ももたらしていた。対米関係では秦氏は6月18日に北京を訪問した米国のブリンケン国務長官と会談。ブリンケン氏からの訪米要請に都合の良い時に訪米したいと前向きな姿勢を示したが、その後秦氏は表舞台から消え、調整は進んでいなかった。対日関係では林外相と北京で4月2日に会談し、外交儀礼上は次は秦氏が来日する順番だが実現していない。習政権としては外相を10年間務めた中国外交トップの王氏の再起用で仕切り直したい考えだ。中国外務省によると王氏は26日トルコの首都アンカラでハカン・フィダン外相と会談し、巨大経済圏構想一帯一路などについて議論した。フィダン氏からトルコ系少数民族が住む新疆ウイグル自治区を念頭に、トルコでは中国領土の一体性を破壊する活動を許さないとの言質も引き出した。ただ秦氏不在の間、習政権が明確な説明を避け続けたことは、異質なほどの秘密主義（中韓外交筋）を浮き彫りにし、
外交にも影響を与えかねない。秦氏は国務委員、副首相級にはとどまったとみられるが、職務を履行できるとは誰も信じない、香港市明報という状況だ。中国外務省のホームページを検索しても、秦氏の名前はほぼ表示されず、4月上旬の日中外相会談の記載も消えていた。北京の外交筋は、解任がスキャンダルや健康上の理由であれば、ここまでやるのは疑問だ。座視できないような政治的案件などに関わった可能性もあるとの見方を示した。外務大臣ほどの高官なら、どんな理由で更迭だろうが失脚であろうが、透明性を重視して国民に公表する。それがたとえ建前であっても、本質は隠しているとしても、そういう透明性への努力をしているジェスチャーはするものだ。なぜなら、国民が金を出し合って運営している政府だという大前提があるためだ。それに加えて、対外的な国家の信用にも関わる。外部の要人とついこの前会談を持った人が、今は行方もわかりませんとなれば、普通の会社でもあそこ大丈夫かいなということになる。それらをすべて捨てても、党のメンツを守らなければならない異様な価値観と、そうしないと維持できない脆弱な組織であることをよく表している。